デイリーでーす。はい、というわけで2014年4月29日のデイリーでーす。どうもどうも、頑張ります。超会議お疲れ様でした。主人公のグラ変えるとね、多分ね、いつもと違って一瞬主人公がどこにいるかわからなくなると思う。マイクラね、人すごかったね。マイクラ人気すごいね。2日目ね、マイクラブース1日目よりもちょっと人少ないなーって思ってたら、どうやらあれ規制されてたらしいね。通路が規制されてて、通路で立ち止まれなかったんだって。で、それであれだから、あ、やっばい、よいしょ。それであれだからね、どうしようかな。ここはね、賑やかし要因ですよ。2日目あんま賑やかしなかったけどね。デイリー集中してまーす。よし。犬どこよ、これ。あ、犬左だ。いた。そうみたいですね。申し訳ございませんね。僕のせいじゃないですけどね。1日目はそんな感じでね。1日目は賑やかしで、2日目はちゃんとした出演者です。今日はクリアしますよ。いや、今日はクリアできないかもしれないな。今日はクリアできないかもしれないな。って言っときゃ多分クリアできる。あれだってね、うどんさんパーしか出さないね。パーしか出さないかったらびっくりするかなって思ったら、みんな引っかかったわ。これどうすんの、これどうやって落ちんの。ええ、これ事故らない、これこれ事故るよね、この配置。ちょっと待って、この配置事故る未来しか見えないんだけど。壁に捕まる、いや壁に捕まっても、あ、壁に捕まって、そうか、壁に捕まってコウモリが来たら、あぶね。怖い。いや、ロープでも危険だった今の配置は。こう、そう、コウモリが厄介だった今の配置。大丈夫。ダメージ食らったけど大丈夫です。よし、ペーストゲット。しなやす。1ダメぐらいは許容範囲さ。ね。許容範囲。犬どこ？え？倒れたの？マジで？気づかなかった。ペーストうめえな。ゴートしませんよ。ケープと、あとスパイクかな。幸先いいですね。犬いねえんだけど。メガネいらない、いらない。メガネいるわけ、いるわけないじゃん。犬下か。そうか。マジか。お大事にと。お伝えください。ここ、開けよう。よし。お疲れ様でした。よし。いや、もったいなくなかった。さらに犬もゲット。メガネね。メガネ好きな人多いみたいだね。あのさ、前さ、あの、クマちゃんがさ、あの、なんだろう。クマちゃんに勧められてさ、あの、なんだっけ。ゲーム実況ナイトっていう、あの、イベントにの出たことあるんだけどさ、ゲーム実況ナイトでね、あの、突然新品のメガネをつけて、1時間後にメガネ外したら、それだけで来た人がキャーって言ってどんだけメガネ好きなんだお前らっていう。びっくりしたわ。え、何それっていう。謎プレゼントだったよね、あれね。なんであれでキャー、あの流れで、ね、なんでキャーっていう声が出るのかよくわからなかった。えっていう意味わかんなかった、あれ本当に。あ、やばい、あれ謎プレゼントだったよね。
マウスはね、あれはまだ予備あるんですよ、あれね使ってた、あのマウスもプレゼントしたんですけど、使ってたマウスね、使ってたマウスと同型のマウスをね、予備持ってて、それがまだ残ってます。キノコさんの放送もね、キャー言われてたね。ヌさん、普段はキャーとか言われないからな。あ、うん、コンパスねえ、だからみんなあれだよね、慎重ですわ。みんなね、伊達メガネかけるのはやっぱモテたいからなんですよ、きっと。よいしょ、こうかな、 OK。 アンク台きついね。ピッケルで稼げば、あ、しまった、ピッケルで稼げばよかった。伊達メガネ、でもね、なんやかんや言って、伊達メガネの伊達メガネの実況者がすげえ多いことに最近気づいた。あ、おっと、爆弾あった。そうそうそう、セラさんね、あの町会議の時に、なんだろう、セラさんのノートがね、残ってたんだよね。セラさん立てで。で、おーっと、ここで、いい感じ。クライミンググローブ。ね。町会議の時にさ、マイクラのさ、やべ。いいかな。お金はちょっときついけどね。当たりいいね。あっ、ぶね。こうかな。よし。視力はね、そんなに良くないけど、メガネは。うわ、なんだ、びっくりした。なんで今ノーダメ？そう、セラさんのノートゲットしたのは、なんか、セラさんのノートね、残ってたんですよ。これもまた事故りそうだな、これ。どうする、これ事故りたくねえな。まず下ろすか。これまず下ろして、よしよし、事故回避。刺されよ、やべ。ええ、ちょっと待って、えな、ちょそれはないわ、それはないわ、それはないわ、それはないわ。あー、死んだ。ひどなんだよそれ。これはないわ。